そこまで本を集めたものだ。それは褒めてやろう。だがイースの本の秘密を知られると私の計画が振り出しに戻ってしまうのだ。この世界の歴史にダルクファクトの名を残すためお前には死んでもらう。どうせ銀の装備なしでは私には勝てんのだ。ではそろそろ行くぞ。いかがいたしましょうか。面白い。アドルトやらがどこまでやれるか見てみるとしようぞ。承知いたしました。
白な光に包まれて、あなたが倒れていたの。イースっていう国。この辺りは魔物が多いの。襲われないうちに私の村まで帰りましょう。